ですね。で、福祉屋さんから、お声がけいただきまして、我々の、ミラーロイドについてアプリケーション事例ということでですね、お話をさせていただく機会をいただきました。ありがとうございます。ですね、今日お話しする内容は、これまでの、いただいた内容とは少し違って、あまりコアなその中身の話というわけではなく、このTinkerboardを使ったサービス、プロダクトとサービスっていうところのご紹介と、させていただきたいなと思いますので、ちょっとですね、時間も結構かかってお疲れだとは思うんですけれども、そこまで難しくない話かなと思いますので、簡単に聞いていただければなと思います。まず自己紹介なんですけども、私、株式会社ミラーロイドの南原金善と申します。Facebook の方をですね、会社仕事用で使っておりますので、もしよろしければお友達登録などしていただければなと思います。あまり別にインスタ映えするような写真とかは載っけていないので、ぜひぜひ仕事だったりとか、技術的な部分っていうところに、何かあれば一緒にできればなと思っております。はい、ではですね、まず、そのTinkerboardの話をする前にミラーロイドというところのものについてお話をさせてください。我々がですね、提供しておりますのはミラーロイドと言いまして、鏡型の、Android 端末です。で、鏡というものはもうその一番の特徴、機能としてその場に実在するもの、存在するものをリアルタイムに、反映するというのがもう唯一無二の機能だと思いますけども、こちらにですね、よりいろんな生活を充実させるような機能を追加するということで、その鏡の後ろに、Android 端末を置きまして、それを鏡と同時に使えるというものを実現しております。で、我々が提供するのはですね、そのミラーロイドというものを使ったプロダクトを販売するっていう話だけではなく、このミラーロイドをですね、実際のサービスとしてお客様に付加価値を提供できるところまでをサポートして一緒にやっていきたいということでやっております。で、現在ですね、今ここの写真で出ておりますが、ヘアサロンの方に導入をさせていただいて、いろいろ今こちら写真に出ている男性の方がですね、美容健康協会の三浦さんという方なんですけども、美容業界の方とですね、二人三脚で、美容の IT 化促進というところと、あとは、美容業界というのはですね、やっぱり鏡をお客様がヘアカットしてもらっている時にずっと鏡を見ているので、その間ただ鏡を自分の顔を見てるだけではなくて、ここがですね、より商材として使えたりとか、よりお客様に、何か価値を提供できるんじゃないかということで、いろいろと取り組みを行っております。で、考えているものは美容業界だけではなくですね、これ以外にもいろいろなアプリケーションというものを使って、世界中に鏡は存在しますので、その世界中にある鏡の中で、うまくこの普段の日常にプラスアルファするような、サービスを提供できればなと考えております。はい、では、このサービスというところで、Tinkerboardをどういったふうに使っているかなんですけれども、我々のですね、ミラーロイドは、IoT 端末という位置づけで提供させていただいております。ですので、当然ですね、この鏡の後ろ側に載せないといけないので、いろいろとちっちゃいコンピューター載せないといけないんですけども、その中でですね、そのシングルボードコンピューターというところで、Tinkerboard以外にもいろんな韓国製のものだったりとかっていうものも踏まえて、検討はしておりました。で、そのTinkerboardの、今回これは最終的に採用しているわけではないんですけれども、これも検討の一つとしていろいろ使わせていただいておりましたので、そこの構成の話をさせていただきたいなと思います。で、ざっくりとですね、ハードの構成なんですけれども、このミラーのディスプレイというのがですね、ちょっと特殊なものになりまして、鏡なんですけども、結構本当 Android の画面をつけていないと本当ただの鏡です。すごく綺麗にこの鏡の品質にも結構こだわっているんですけども、鏡としての機能を損なってしまってはいけないので、ここの機能性というのはしっかりと抑えた上でミラーロイドの機能として提供したいなと思っております。で、ティンカーボードを裏側に乗せて、このミラーディスプレイとティンカーボードをつなぐためのデバイスをいくらかポコポコと置いているような状態になります。で、ミラーロイドという名前から分かる通り、この OS は Android を採用させていただいております。Android を採用している理由としましては、やはりですね、いろんな Google のアプリとして、いろいろアプリケーションを提供されているっていうところと、あとは、自分たちで開発して作る分にも非常に開発はしやすいので、そういったいろんなアプリでミラーロイドということを決めております。で、今このシステム構成ということで、ミラーロイドの端末は左上の鏡の部分ですね、サロン様の方に置かせていただいて、でですね、ここで、ミラーロイドで施術して髪の毛切ったものを写真を撮ったりとか、ビデオを撮ったりとか、あとは来客された時のユーザー情報なんかっていうものを、記録して、これがですね、クラウドサーバー上にデータを持つようにしております。そうしますと、実際来客されたお客様のことですね、お客様がスマホのアプリケーション、もうこれ一緒に作ってるんですけども、スマホのアプリケーションで自分が髪の毛切ったやつとかを、全部記録して見れるようになっていたりとか、また来店した時にこのスマホに、ちょっとここ画面出てますけども QR コードを出すようにしておりまして、この鏡に QR コードをパッと映すと、この人ですよっていうのを認証してくれるということで、連携を行っております。で、それ以外にもですね、サロン様だったりとか、我々のところでバックオフィスということで、裏側でお客様の情報とか、サロン様の情報とかっていうものを管理できるようにしていたりとか、っていうことで、このミラーロイドという IoT 端末だけでなく、これを取り巻く環境全体で、いろいろサービスの提供をさせていただいております。で、なぜティンカーボード、結構ですね、ティンカーボード良かったんです。もう結論から言うと良かったんです。で、どういったところがですね、我々の観点から非常にいいという結論に至ったかというお話をさせていただきます。まず結構これ大事なんですね。韓国製のボードといろいろ比較したんですけども、国内で調達できると、テックシェアさんのサポートも、パッと受け答えしていただいたりとか、これすごく重要な点だと思っていて、今後ですね、生産を大きく展開していくとなった場合には、やっぱり海外の方でいろいろ調達するよりも国内でのサポートを手厚く受けられる方が、非常にメリットは大きいです。なので、ティンカーボードはそういった面では非常に有効な手段かなと考えております。で、実際ですね、韓国のボードを利用した際に、問い合わせをした時、やっぱりタイムラグが激しくてですね、なかなか実際問題が起きた時の対応が難しいということが、現状起きてます。一部使っているんですけども、ちょっとそういった問題が起きておりますので、そこを考えると、この国内調達は非常に大きかったかなと思います。続きまして、Wi-Fi のコントローラーがですね、国内の技的の認証をもう取得済みということで、こちらもですね、いろんなシングルボードコンピューターの、値段だったりとか性能だったりとかっていうところを踏まえていろいろ検討した結果、ティンカーボードの方が一番、これは技的が通っていて、で、性能面も問題ないということで非常に良かった点です。で、別にこれすごくいいことではないんですけども、相場、大体相場ぐらいですね、はい、すごく高いことはないです、はい、ありがとうございます。いや、もう全然これ大事だと思うんですよ。性能も別に遜色なく、サポートも受けられて、で、1個内の Wi-Fi の議的も通っていて、値段も問題ないと。もうこれ結構大事なことだと思いますので、今回ちょっと紹介させていただきます。そしてですね、おまけみたいに書いてはいるんですけども、Android の6以上っていうところを条件として探しておりまして、あとはメモリがですね、やっぱり扱うアプリケーションの関係上 2GB 以上必要だったので、そういったハードウェアの要件というところも踏まえて検討させていただいておりました。やっぱり他のですね、ドラゴンボードっていう検討してたんですけども、こちらはメモリが 1GB だったので、スペック的に物足りなさがすごく感じられました。まあ、ここに関しては、多分今後、どんどんアップデートとかでいいものが出ていると思いますので、まあ、つどつどそっちの新しくていいものっていうものに置き換えていくということも考えていきます。はい、で以上が良かったところになるんですけれども、まあ、引き続きこの次に問題点ですね、ちょっと困ったことがあったので、そちらの紹介をさせていただきます。もう何は何とかもカメラなんですね。先ほど第1部のところでカメラのお話をちょっとしていただいてたかなと思うんですけれども、まあ、少なくともこれを我々が試した時点での情報としては、カメラに問題がございました。で、まあ、どんな問題かというと、もうこれ本当は詳しい人がいたら教えてほしいんですけども、カメラを通して何かこう画面に映したときに、アプリケーションによっては逆さになっちゃうんですよね。でこれ何でかよく分からなくて、全部がじゃないんです。そのアプリによって逆さになるので、なんかその使ってる、まあ、ユニティなんですけども、ユニティから呼んでいる API の問題なのか、ドライバーの問題なのか、ちょっと全く分からず、宿泊しております。であとは、ビデオですね。ビデオ機能を使って録画をしようとすると、大丈夫なカメラもあるんですけども、一番その性能面とかでつけようと思っていたカメラを使うと、ビデオの API を叩いた瞬間にアプリケーションが落ちるという問題が起きております。多分これはドライバーの問題なのかなと思っていて、Android のログとかを確認してもですね、ちょっとコアな内容の例外が発生しておりまして、まあ、この辺はですね、ハードの部分とかと含めていろいろ調査をしているところになっております。はい、で問題点その2ということで、もう今のところですね、大きな問題っていうのがカメラのところ以外で、ティンカーボードを使った上であまり問題として発生がしておりません。まあ、そこまでですね、事例が多いわけではないので、これから何か起きるかもしれないんですけれども、正直なところティンカーボード今のところ結構いい感じなんです。なので、今後、まだ最終的に何を使うかっていうところを最終決定しているわけではないんですけれども、非常にいいものが提供していただけるかなとしていただけているかなと思っております。ですね、ただこれちょっと別にティンカーボードの問題じゃないのかもしれないんですけども、つい最近ですね、導入したサロンさんのところで、電磁波の問題なんですかね。そのお店に Android を持っていくとなんか壊れるみたいな謎の環境がありまして、まあ、そこにたまたま納入したら、もう本当そこでタッチパネルがうまく動かないとか、なんかアプリケーションが全然動かなくなっちゃっていきなり落ちるとかっていう、ちょっと謎の現象が大量に起きておりまして、もう何なのか本当よく分かってないので、まあ、そういった電磁波関係なんですかね、よく分からないんですけど、そういったこととかも詳しい方がいれば、まあ、教えていただきたいなと思っております。はい、ということで、以上で我々の発表を終わりたいと思います。でですね、候補ちょっと右側のところにですね、ミラーロイドの位置をブーストして置かせていただいておりますので、まあ、パンフレットを置いておりますので、ぜひお持ち帰りいただきたいのと、あとですね、まあ、この機会にちょっとした宣伝というか、ハード周りが非常に強い人ですとか、まあ、ユニティを使ったスマートデバイスのアプリケーション開発にこうすごく強い人ですとか、まあ、ちょっとぜひお話をさせていただいて、何かまあご協力いただければ嬉しいなと考えております。あとですね、今ちょっと座ってるんですけども、ちょっと立ってもらっていいですかはい、彼がうちの営業をやっております山本というものなんですけれども、まあ、よろしければこの我々の、デバイス、サービスに興味を持たれた方がおりましたら、ぜひ彼にですね、ちょっと話しかけて、お話などをしていただければなと考えておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では以上で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではご質問を1点ほどお受けしたいと思いますけれども。もう少しミラージスプレートをお伺いしたかったんですけど、一つだけ質問させてください。タッチスクリーンになってるはずだと思うんですけれども、はい、それどういった仕掛けで、実現しているディスプレイなのか教えてください。ですね、ディスプレイ自体はですね、カードの構成としては、これになるんですけども、このミラーディスプレイ自体はあくまでただのディスプレイになっておりまして、ここに、ですね、ちょっとすみません、ここには書いてないんですけれども、このディスプレイの中にディスプレイと一緒に連動して動くようにタッチパネルのデバイスも裏につけておりまして、ですみません、私、ハードウェアではないので、具体的には分からないんですけれども、この鏡の正面に見えているところをポチッと押して、この裏のディスプレイがちゃんと反応するようにできているという回答だけですみません、ごめんなさい。ということになります。ぜひ何か興味持たれたのであれば、来社していただいて、専門のものが対応いたしますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。これなんか個人の家にも使えそうだなと思って、はい、そうですね、結構ですね、類似品といったらあれなんですけども、同様の製品自体は世の中にいくらか存在しているようで、どれもそれぞれの使い方に応じてサービスというかデバイスの提供などを行っているんですけれども、我々のものに関してはその鏡の品質っていうところに非常に重きを置いているので、そういった面で結構強いのかなとは思っております。はい、では改めまして、田村さん、どうもありがとうございました。ごめんなさい、先ほどカメラという話があったと思うんですけど、カメラってどういうセンサーを使いますか？すみません、カメラの話についても、ちょっと私、そのデバイス何つけてるか、ちょっと今お答えできない、答えられないので、はい、すみません、またじゃあ、一般論だけですけど、はい、カメラの設定で、カメラ上下左右判定ができるんですけど、ドライバーごとにおそらくその設定が、明示的に見えてないところがあるので、はい、ちゃんと読めば分かるんですけど、このレジスターは一体何という情報がないので。はい、それをどうにすれば多分ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、では改めまして田村様、どうもありがとうございました。はい、以上をもちまして第1回 ASUS インカーボードユーザーミーティングのセッションを開きとさせていただきたいと思います。非常に長い時間ですね、ご清聴いただきましてどうも。